おはようございます。川島勉です。今日も亀山ダムです。で、今日は今は6月の頭、ちょうど産卵もほぼ終えたかなっていうとこですね。バスの産卵も終わったかなって感じで、こうなってくると表層系とかの釣りがいよいよ本格化してくるので、今日はそっち系の釣りをメインにやっていきたいと思います。増水、ゆうべ一気に増水したんでちょっと状況がよく分かんないですけど、とにかく釣りながらちょっと様子を見て、いい釣りしたいと思います。頑張ります。絡めてあげないとダメっぽいな。いいね、いいね。なんか出る雰囲気じゃねえな。もっとジメジメしようぜ。もっと熱くなれって感じ。ちょっと涼しすぎる。こんなところよりオープンウォーターに行っちゃってるかな。もう出てくれ、お願いだから出てくれ。かわいいバイトだった。寝ちゃいますよ。なんか吸い込まれた。吸い込みバイトプチュって吸い込みバイト食った。派手さはなかったけど、うまく吸いましたねこいつ。てかすごいとこちゃんと貫いてるわ、ミディアムアクションで。よし、はい、こちらがコンパクトなフロッグカエラです。で、このフロッグはボディが 55mm っていうちっちゃいサイズなんで、ちょうど何ですかね、フルサイズのフロッグよりもこういう薄れたフィールドでも口を使ってくれやすいっていう特徴があると思います。で、あとはツイッチしてあげると、ドッグウォークですね。結構こうテーブルターンに近い移動距離の少ないドッグウォークをしてくれて、狭い範囲でよくアピールしてくれるっていう感じですね。で、正直大きいフルサイズのフロッグほどこう首を振らした時にこうバシャバシャと言わないんで、アピールはちょっとおとなしくなりますが、その分こう虫を食べるようなバスとかにも効くようなアクションになってますね。で、あとですね、このやっぱりフロッグカエラなんですけど、フロッグっていうとヘビーアクションとかよく皆さん使われるじゃないですか。で、そのくらいこうヘビーな、もちろんタックルでも OK なのですが、自分自身はミディアムアクション、これポイズングロリアス、非常に粘りがあって強い竿なんで、グロリアスのミディアムクラス 166M を使わせてもらってるんですが、そうすることによってこうキャスト精度も上がりますし、あとフッキングですね。フッキングも P ライン使ってれば、これ46ポンド使ってるんですけど、使ってればフッキングも結構簡単に決まるんで、まあ、そんなライトなセッティングでもおすすめできるカエルになってます。カエラです。結構バイト数多いし釣れます。そんなカエルです。くえ、ちょっと気を込めすぎてるかな。くえっていう、あれスキップしなかった。送った。あれあれ、もう一回もう一回。フッキングできなかった。フッキングできなかった。今なんか離してたように見えちゃった。よし、これも来い。激しいの来い。荒々しいの来い。あ、お、来た。おっしゃ。よし、抜くよ。よっしゃー。よし、顎がっつり。もう食べる前になんか迫ってきてるの見えた。水面がなんかもわってもわってなった。やったよー、カエラちゃん。カエラちゃん、ほらミディアムアクションの竿でもこんなにがっつり硬いところに。カエラアフターのパスがっつり。はい、こちらがオリジナルのガンタレルですね。で、今ですね、このサイズ、ガンタレルよりまた一回りでかいサイズ、これ開発中です。でやっぱり泳ぎも、まあ、大味というか、さらに本当の中で魚が泳いでるようなヌメヌメ感、生命感がまたこのサイズだとさらに増して、まあオリジナルガンタレルとはちょっと違った、まあ、ほぼ性能一緒なんですけど、泳がして見た感じさらになんかおおって思えるような、そういうガンタレルを今作っておりますんで、皆さんこうご期待です。でも投げたいところに投げれなかった。出てこねえだろうし、本当でもフル満水になっちゃったな。やっぱりシャローシャローで行こう。シャロー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 で行きましょう。ブルーギルが浮いてるわ。なんか来たぞ、なんか来たぞ。ちょっと似てるサイズだ。お、逃げたベイト。あー、バスいた。でもちっちゃい。ライトリーグサイズ。こんなルアー投げたら逃げちゃうわ。40センチないもんな。35ぐらい。おお、なんか今パクってあいつやった。パクってやったあいつ。パクパク言った。出てきた出てきたけど食わなかったな。どうしたらいいんだろう。0.9g。でサスペンド気味になる。ブルーギル浮いてる。ちょいとこうトゥイッチビュンってしてやる感じ。そうすると食うかな。そういう使い方が結構釣れてるかな。ただ巻くのもありだけど、ストラクチャーの中にわざと突っ込ませて、半分もう引っかかっちゃってんでしょっていうぐらいにしといて、そっからこう煽ると大体、まあ、見に来てるやつがいれば見えてるけど、見えてないのもいきなりボーンって出てきたり、本物のギルをちょっと観察して使うと、本物のギル知ってればなんか使い方が分かる。バスいる、入ってる。あと壁際の黒いのバス。まだいるぞあいつ。行きます。あ、重すぎ。うおー、追っかけちゃった。戻れ、お願いだから戻ってくれ。ピッチング失敗今の。あ、もう追ってこない。よいしょ、追ってこない。でかすぎ。一発でしたね。いなくなっちゃったかな。まだいるか、あれ。いなくなったかな。見えねえな。相当変な濁りだなこれ。ダメかな、引っかかっちゃいそうだな。引っかかったな。一発で潰した。あ、取れたぞ。頑張れ。近づいちゃったよもう。うわ、来た。来た。うわ、絶対突っ込まれねえぞ。おお、すげえ引くな。あ、危ない。よいしょ、背びれすげえいて。よいしょ、でけえ。ガンタレル来たよ。今外れてよかったよ。木にスタックしちゃって。うわ、ガンタレル来たよ。すっげえ今突っ込んだ。こいつもう木の中入ってどうにかしてやれってぐらい突っ込んだけど、どうにもさせなかった。止まってよかったお疲れ様でした。やっぱり簡単ではなかったです。急な増水でなんかね、やっぱり表層でボイルしてないし、でも表層で釣りたいって気持ちが強くて、まあ、結果あんな感じで、まあ、でも1本素晴らしい魚入ったんで、まあ、満足はしてます。まあああいう感じでね、やっぱりこういうメジャーな、ね、ダム人多かったんですけど、でもね、こうほんと釣れる時ってああいう一瞬でなんかこう本当に地合いっていうかタイミングだと思うんで、まあ本当諦めず、このでっかいルアーででっかいバス釣りたいみたいな人はこういう狙い方してもらうといいんじゃないかなって。一本でも釣れればよろしいんじゃないかなって思います。まあそんな釣りでいつも申し訳ないですが、今日も終了させていただきます。お疲れ様でした。